こんにちは、黒田勝之です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はドラムソロですね。もうものすごくみんな、こちらの質問が多いですけど、まあ要はコピーしたフィリーのドラムソロコピーしただけど本番じゃ全然できません、どうしたらいいですかっていうのですが、まあこれはもっと何度もやり込むことっていうのがポイントですね。もう死ぬまでやるみたいな、10回でダメだったら家で100回やって本番に持ち込みましょう。多分数が足りないんだと思います。だけど結局自由に演奏できないっていうふうに言われるんですけど、これはもうもちろんそうですよね。いきなりたくさんのボキャブラリーで話しすぎなんですよ。例えば英語を始めたとします。じゃあリンカーン大統領の演説を全部丸覚えして、じゃあ英会話できるようになると思いますか？難しいですよね。実際もう本当に英語ペラペラになってリンカーン大統領の演説を暗記すれば引用はいっぱい使えるけれど、正直要は単語の文脈とか分かってないような、そんなレベルとか This is って何っていうような段階でですね、そんな難しい言葉を覚えるよりかは、まあもっと本当に使えるような、こんにちはとかそういったものを覚えた方がいい。で、なので今回はターム A って、僕はターム、これまあワードって言ってる時期もあるんですが、まあアメリカ人の人にまあ聞いてみたら、まあこういうのタームって呼んだ方がいいんじゃないかなっていう話だったので、タームに今変えてます。で、このタドンってやつですね。これがもうジャズのもう基本のフレーズの最後が、まあ、ハイハットを踏みながらできるっていうのがポイントです。で、これに対してこの裏拍も入れると、これはね、裏からここに行く。この時は必ずポイントはですね、必ず表拍は右手でいきましょう。でないと、あとでいろいろこう装飾音符つけた時もスタートが右っていう風な形になっておかないとなんか混乱するんですね。だから表拍は全部右だから、右左右で、こういうラフにしてもいい。でそうするとこう、こうラフにできるので、こう要は2つ打ちにできるでしょ。そしたらこれだけで表現力違うじゃないですか。だから基本は、表のタドンね、右手から表でタドンってやるんだけど、この裏側の左は自由につけてもつけなくてもいい。それだけで雰囲気変わります。で、あとはまあこれやってみると、これ基本練習は僕この、ここですね、このクロススティックってやつですが、要はまあドラムってタムがない時もあるし、正直ワンタムワンフロアじゃないですか、ジャズの場合は。これはライドをもっとこっち持ってきたいので、これを省略したい。で、ロックのドラムソロっていうのは加工型はリズムの変形だから、低いところから高いところが上がって下に落ちていくだけなのね。でもジャズっていうのはメロディーなので行ったり来たりします。なのでおすすめはスネアハイタムでクロススティックフロー、でこれで、これ2回やったらこれ4バースですよね。だからめちゃくちゃ簡単なんですね。先飛ぶけど、シンコペーションブックのアクセントなんかよりもずっと大事です。要はシンコペーションブックのアクセントがドラムソロになりますよって言うけど、あればっかりやってたらずっと単調になるんですよ。でもっともっと休符とかを使いながら、こういうシンプルなものを覚えた方がいい。これのアクセント移動が、これがシンコペーションブックになるので、なのでもともとこっちのフレーズを置き換えたものがシンコペーションブックなのね。だからこっちが中心です。でおすすめはこうですね。これね、ここの部分はクロススティックに行くときはここで押さえつけてこうね、だから離しちゃうとこうになっちゃうから、これでいいです。こういうふうにしてください。でよく皆さん取り留めがなくなるのは、もう知ってるから全部つなげちゃう。まあでも全部これになっちゃうじゃん。じゃなくてもっと休符使うんです。あれね、これでね、それでね、これで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 ってじゃなくて、あれでこれでこうしました、これでこれでこうしました。要は4小節あれば2つぐらい文章できるし、例えば3つでもいい。
にしちゃってもいいと思うんですよ。で、あと、これをもうちょっと引き伸ばします。これね、こっちを引き伸ばします。これは音階が変えて、これ A' の引き伸ばしたのがこれね。で、クロススティック使ったりとか、あとシンコペーション、シンコペーションの何かってちょうどここで言うとこの裏拍のバスドラのところにシンバルを入れてもいいよ。でシンコペーションの部分、バスドラのとこスニアにしちゃって、こんな感じにしたらもうこれだけで表情いっぱいつくじゃないですか。なのでこうやって演奏するんです。でこれでさらにこう音量の、要はジャズって一番アコースティックだから音量の上げ下げがめっちゃ楽しいんですよ。だからこうやってやったらお客さんもニコって笑えそうじゃないですかね。ニコってしやすそうでしょ。だからこうやって、いろいろ表情をつけて演奏してみます。で僕はこのドラムソロの、どんどんテンポ速くなっていくカラオケ作ってるので、これ上に出てくると思うけど、これで、全部のやつをこれだけの、まあ、ちょっと違うのもあるかもしれないけど、基本全部このターム A しか使ってないです。これぐらい表現力があるので、これを、使いこなせればもう耳コピーもめっちゃ楽になるし、だからポイントは少ないボキャブラリだけで譜面を見ずに、これ今回譜面作ってないので、譜面を見ずに自分で、あ、こんな感じかな、こんな感じかなって音量上げ下げたりしたり場所を変えたりして遊んでください。これをするだけで絶対上手くなりますから。でターム、これ5つあるんで5つシリーズでやっていきます。これが全部使いこなせればもう全部、もうドラムソロのほぼほぼこれが、ほぼほぼこれで全てと言っても過言ではないので、シンコペーションブックのアクセントで絶対大事です。それをやるよりはこっちを絶対練習してください。おすすめです。というわけで最後全部見てみましょう。本日は以上になります。ありがとうございます。
Thank you.